決勝、はい、グランドファイナルですね。はい、さあ、皆さんこれ見ものですよ、泣いても笑っても、はい、さあ、皆さん集まってください。はい、はい、いうことでね、盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、もう最後ですよ。さあ、SNK オフィシャルトーナメント in エボジャパン、画廊伝説スペシャル大会、さあ、グランドファイナル、 1P 側山川選手のビリカン、 2P 側が、オシム選手の知らぬ舞いと、なっております。さあ、来ましたね。この組み合わせもまあ大体まあ五分五分かなって思うんですけど、はい、いい組み合わせと。そうですね、いい組み合わせですね、はい、まあ、お二人も同じゲーセンでまあやり合ってる中なので、はい、まあ、だいぶ手の内も分かってるでしょうし、はいはいはい、まあ、読み合いかなり人読みとかも入ってくると思うんで、うん、かなりセオリー度外視も含めて、はいはい、まあ、ちょっと面白い戦いが見れるんじゃないかなと思いますが、なかなか崩すことができない。そうですね、まあ、ビリ側はこの場合キープしたいんで、いや、素晴らしいですね、はい、この花鳥戦の処理も鉄壁ですね、はい、しゃがみし差し込んでいく、うん、いやー、そうですね、ああやって、まあ、あの固めて、はい、まあまあ、しゃがみしからの、はい、三節コン、はい、それでまあ固めながらちょっとずつ削って削ってという形で、まあ、ほんとちょっとずつでいいんですよ、はい、ビリ側は。そういうことですね、じりじりと、じりじりとやっていけたら、もうこの前さえキープできればいいので。そういうことですね、はい、いや、見事な戦いぶり、はい、さあ、このグランドファイナルの舞台で決めていく、さあ、山川選手のビリーカン、ね、圧巻の立ち回りで1本を先取していきました、ラウンド2で、あまりこれ以上も、はい、山川選手もこれ以上そこまで近づかないので。さあ、そうですね、はい、さあ、オシム選手、なんとかここは出していきたいところではあるが、さあ、山川選手のこの花鳥戦のね、かわしが、うん、さあ、ここまで非常にこうね、うまいですね、ミスがない。そうですね、ムササビの前、ここで見せていくが、はい、バックステップからのワンセット、うまい、見てますね、見てますね。さあ、しっかり対応を決めていく前側としては、あそこで、はい、まあ、ちょっと花鳥戦を打っていく しかないんですけど、思い切って、ね、歩いて投げていく、残り6秒だけれども、さあ、再び投げ、2連発花鳥戦、ここで体力逆転。そうです、いやー、素晴らしい、しびれる戦い、しびれましたね、まあ、置き攻めで、まあ、まあ、なんか流煙部とか、はい、まあ、小足で固めたりっていうところの攻防の中で、はい、あえて投げに行くっていう、まあ、前はそう、置き攻めの卓がすごく豊富なので、はい、やっぱりちょっとビリー側としては慎重にいきたい。いやー、すごいですね、はい、やっぱり1回ダウンを取って、はい、やはり流煙部という存在を盾に、ね、投げを2連発決めていった、はい、いやー、素晴らしい戦いが展開されております。ラウンド3、お互いピオリやすいので、はい、前は13、はい、あのビリーは14という気絶値なので、はいはい、あまり手は出しづらいんですね、はいはい、さあ、画面端、追い込んでいるのはビリー側、さあ、前側、花鳥戦で、さあ、追っ払っていきたいところではありますが、さあ、山川選手の花鳥戦の処理が非常にうまい、ミスがない、うん、いやー、しっかりこの近距離でもしっかりと確実に、はい、しゃがしからのサンセスコンが入る。さあ、残り一発、うん、いやーの、ね、さあ、勝利への、ね、はい、最適解というところで、はい、見ているところが、はい、見ているところがしっかりと、うん、溜まっていると。そうですね、はい、いったところでしょうかね。さあ、一勝先勝、山川選手のビリーカン、さあ、巻き返しになるか、オシム選手ビリーカン、あ、失礼、下の今井、はい、この前ですね、はい、まあ、ビリーのそのしゃがみしが入る間合い、はい、このあたりを、まあ、山川選手としてはキープしたい、はい、で一方、その手を出したいところに、まあ、オシム選手、まあ、前は、まあ、今見たさっきみたいなね、はいはいはい、今日のこれですね、今日のリュウエンブを当てたりとか、カウンターで振っていった、はい、どっかでとがめていかないと、うん、この画面端はなかなかやっぱり結構、ね、回避しづらいです、ね、やっぱりじりじり体力リードね、はい、広げられてるっていうね、そういった展開が続いても、今日の花鳥戦、はい、さあ、ここで当てていった、再び当てる、さあ、こうなると相打ちオッケーはちょっと狙いづらいところかもしれませんが、あと当たる、しかし当て返す、わからない、これはどうするんだ、残り一発圏内だが体力リードはビリーカーン、ね、相手の動きしっかり見ていた、はい、一本選手は山川選手ビリーカーン、さあ、優勝、はい、そうですね、あそこを狙うしかないような場面ではあったんですけど、うん、はい、いや、でもね、反応が素晴らしいですね、素晴らしいですね、はい、さあ、優勝まで、さあ、残り1本と、はい、さあ、リーチをかけた、リーチをかけた状況となっております。ラウンド2、遠距離 C から連続技、ここまでつながる、投げが入る、思い切って投げていき、これピヨってますね、ピヨっている、後ろ向きからの
3段連続技が入る。さあオシム選手ここから巻き返しなるか。ライン飛ばし、これはどうなるからのバックステップ切り返す。課長戦しっかりかわしてじりじりと進めていく。さあここはさあビリーの長いリーチが待っている。さあこれは非常に動きにくいがオシム選手もそうですね、まあ、この間合いですね。これ厳しい。残り0ドット決めきるか決めきるか逆転するかオシム選手グランドファイナル。さあいやーいけるかいけるか。はい、よろしいでしょうかね。はい、ありがとうございました。